C パートでスレッタがミオリネの助けに入った時、エアリアルの手で射線を封じてそのまま捕まえたりするのかなと思ったら、まさかの手でベチンとトマトを潰すみたいに。あのシーンは本当に衝撃的でした。このラストで3ヶ月間お預け。辛いですが、それと同じくらいシーズン2の放送をとても楽しみにしています。あと一個だけ言いたいのはさ、私あのラストのシーンをトマトと結びつけるのはやめてほしいです、ね、あれなんかすごいですよね。みんな結構ね、このメールだけじゃなくてツイッター見ててもそういう方いっぱいいたんだけど、それは別、トマトはトマト、あれはあれあれはあれよ、そうよ、フレッシュトマトは美味しいもの、温室で大切に育てた宝物なのそうですよ皆さん。